三菱 SH-60KSH-60K は日本の海上自衛隊が SH-60J を元にして三菱重工業と防衛庁で独自に改造開発を行い紹介能力の向上を目指した紹介ヘリコプターである。開発母機となった SH-60J の側面 SH-60C ホークはもともと対戦紹介専用に 作られたヘリコプターであり、1991年から配備した SH-60J では捜索用電子機器を大量に搭載したため機内空間が狭く、ヘリコプターが本来持つ汎用性に欠ける面があった。また、武装はマーク46単魚雷2本のみであり、74式、車載機関銃を搭載する場合は装備品の一部を取り外さなければならず。 通常の潜水艦捜索任務に加え、不審船など脅威対象の変化や、阪神、淡路大震災を教訓として、大規模災害など、突発的な事態への対処など、任務の多様化が求められ、s h 1 6 0 j の老朽による代替を機に、能力向上を図るべく、同期をもとにした、日本独自の改造開発が行われた。s h 1 6 0 k 開発にあたっての、 競合機としては NH インダストリーズ NH90 の関西機型である NFH90 総海輸送ヘリ MCH-101 として運用が決定していたアグスタウェストランドは101三菱重工業が共同開発と分担生産しているシコルスキー S-92 があったこれらの機体の落選理由は時期の問題に加えて NFH90 はペイロード余裕症、A101 は紫型汎用護衛艦への格納負荷、S-92 は要艦板補強であった。なお、対戦障害機の改造開発の例としては、川崎重工業の P-2J 大足や、三菱重工業の HSS-2A、B 千鳥、SH-60J が挙げられる。 s h 6 0税 c 契機に求められたのは、対戦線、対水上線能力の向上、人員物資輸送、警戒監視など多様途性の向上、安全性の向上であった。これらを実現するため、搭載機器類の追加、変更にとどまらず、機体形状の変更やローター、エンジンまで手が加えられた。SH-60K は、機内空間を拡大したほか。 エンジン乾燥、新開発の高性能ローター、着艦誘導支援装置、戦術情報処理表示装置を装備している。多目的化に付随して、捜索救難及び輸送のため、キャビン内の完全防水化という仮面強化が要望されていたが、計画段階で見送られた。物品搬出入りの効率化のため、キャビンドアが二重式となっている。耐水場レーダーは、 分解能の高い逆合成開口レーダーに、リッピングソナーは、探知距離の長い低周波ソナーに変更した。また、対戦魚雷以外にも、対艦ミサイルや対戦爆弾の装備も可能となり、探知能力とともに攻撃能力も向上した。これらの新技術の導入により、SH-60J とは全く別種の機体と呼べるものとなり、開発にも長い時間を必要とした。 すでに研究は SH-60J が配備された翌年の1992年に始まっており、1997年に SH-60J 会として正式に開発、試作を開始した。防衛庁では US-1A 会と同列の改造開発扱いであったが、三菱では新規開発並みの体制であった。2000年7月の初飛行を予定していたが、 複合材により一体成形されたメインローターに不具合が生じたため調整が行われ2001年に試作機がロールアウト3月27日に初飛行した2002年より2004年度まで2機が防衛庁技術研究本部と試験部隊である第51航空隊において技術実用試験が行われた2005年3月に防衛庁長官の部隊 使用承認を受け、SH-60K として、正式採用、同年8月10日に量産初号機と2号機が、海上自衛隊に納入された。なお、元 SH-60J 回の8401号機は、正式採用後に、汎用ヘリコプターアッシュ -60K となり、ナンバーも8901に変更された。 SH-60K の側面 SH-60K の正面 SH-60K のマット機種は赤外線探知装置や各種アンテナ搭載のために再設計されたが空気抵抗を考慮して各部分を滑らかに配置長く尖った形状となったフリアは機種右側に設置されエイジム -114 エムヘルファイア通空対艦ミサイル誘導用の レーザーデジングネーター機能を有する。元来、ヘルファイアミサイルは対戦車用に開発されたものなので、正規軍海軍の大型艦船の撃破は望みにくいが、不審船対象にはかなりの能力を発揮できるものであろうと期待されている。機種前方左右には、イザムアンテナ、機体下部の円形アンテナの横には、MWS 用のセンサーが設置された。また、機種の延長により、 ピトーも伸ばした室内空間は前方に3 3トル、上方に1 5トル拡大した。室内配置では、対戦線で、ソナーやその部位を搭載、人員輸送では救名分の座席、災害時には、単価、警戒、監視では74式車載機関銃を配置するなど、任務や状況に応じて様々な仕様、携帯があるが、これらは、 簡単に交換が可能であり、高い汎用性を有している。胴体右舷キャビンドア開口部も拡大し、救難や輸送任務に対する適応性も向上した。それに伴い、右舷ドアは従来の一枚式から分割二枚式に変更。ドアの上部には救助用のホイストを設置し、救難作業にも対応する。また、ドアスライドが長くなったため、右舷のウェポンパイロンが 後方に移設された。同時に、ビブゲンのマットパイロンも、後方へ移された、胴体左減のウェポンパイロンは外側へ大きく張り出し、M299 ランチャーを介して、エイジム -114M ミサイル2機を搭載できる。他、従来のマーク46単魚雷に加えて、国産の97式単魚雷や対戦爆弾が、搭載可能となった。左減バブルウィンドウも大型化され、 目視での警戒、監視がしやすくなった。ビブ両言には、イザムアンテナを装備、前方のアンテナと合わせて、周囲360度の電子情報を、くまなく収集できる。三元後方には自衛のためのチャフ、フレアディスペンサー装着用のマウントを標準装備、している。さらに後方には、多機能型フライトレコーダーが設置されており、基本的な飛行所言だけでなく、 機体の各部に追加されたセンサー情報や振動データも記録できる。飛行情報統合表示装置用15インチディスプレイ5機と戦術情報処理表示装置用の大型多目的ディスプレイ1機で構成された完全なグラスコックピットである。飛行情報統合表示装置は 飛行情報が統合された PFD、広 PF 報情報が統合された ND、エンジン関連情報が統合されたエンジン軽機、乗員警告システムで構成され、通常はパイロットの正面に PFD と ND 画面、軽機版の中央右に IX 画面が表示されている。ダーソク図用大型画面は軽機板中央に置かれ、戦術情報やデジタル地図、レーダーや、 赤外線探査装置による探知映像、逆合成開口レーダーの解析画像が表示される。t 7 0 0 i h i 4 0 1 c に、エンジンは試作機の2機は SH-60J と同じ、ゼネラルエレクトリック T700IHI-401C であったが、量産型は IHI で改良された T700IHI-401C2 に換装され、 耐久性が向上した。エイジム -114、エムヘルファイア通空対艦ミサイル SH-60J は、マーク46単魚雷しか傾向できなかったが、SH-60K では加えて、国産の97式単魚雷と12式単魚雷、対戦爆弾、エイジム -114、エムヘルファイア通空対艦ミサイル、警戒艦使用に74式機関銃を、 傾向できる SH-60J が重量制限によって傾向できなかった97、式典魚雷によって、より高速、深深度潜航を行う、現代の潜水艦を攻撃することができる。また、魚雷が機能を発揮できない浅い海域での攻撃には、対戦爆弾を使用することができるなど、海上警備行動での威嚇や警告として、有効な手段が増加した。 エイジム -114M ヘルファイア2は敵の警備艇やミサイル艇といった小型艦艇等への対水上船において使用する。機銃はこれらとの接近船で使用する。メインローター先端メインローターブレードが新開発の特殊な形状に変更された。翼端は内側から外側へ向かって、まず10度の上返り図の、ついで20度の抱えリズの、50度の抱えリズのが、 付けられている。これらの部分には40度の高体角と先細りが付けられ、翼端の翼源は高度の約30%となっている。前円や翼端を除いて複合材料で形成されており、スパー部分にケブラー繊維を使用したことによって軽量かつ高強度のブレードが仕上がった。このシステムはローター直径を変更することなく構造や 形状の変更によって効率向上を図るもので、ホバリング効率が SH-60J に比べ5%向上し、ホバリング可能重量は SH-60J の 9900kg から 1900kg へと1トンも引き上げることができた。翼端の特徴的な形状によって、翼端から発生する渦の干渉による抵抗が低減し、また、 高速飛行時の交代側ブレードの失速と、全身側ブレードの衝撃波の影響を軽減できた。ただし、開発段階では、翼端に何度も亀裂を生じている。また、この翼端の形状が空気抵抗を生むため、最大速力が SH-60J よりも時速30キロ程度低下している。同時に、メインローターのハブ構造も改良が加えられ、 8本ボルト固定式から2本のシェアボルト固定式となり、ブレード交換時の作業効率が格段に向上している。先進戦術情報処理表示装置ハイクマイナス -2 は、SH-60J の HCDS ハイク -1 が有する探知情報表示機能に加え、知識データベース技術を使用した戦術判断支援機能が追加されたもので、適正水管の行動に対し、 最も効果的な捜索計画を自動的に提供する。また、地図表示機能や GPS と飛行制御基準装置を組み合わせた複合広報システムが組み込まれており、パイロットの負担が大幅に軽減される。さらに、編隊内での戦術情報の自動で行う量機関、情報交換機能が付与され、時期が潜水艦を探知してから量機が 捜索海域に到着するまでの時間が短縮され、より高速化した現代の潜水艦に対抗する能力が向上した。キャビン内の HQS-104 リ,リッピングソナー SH-60K の高性能リッピングソナー HQS-104 は SH-60J が使用している HQS-103 から更新された。このソナーは 発信周波数を低周波とすることにより、吸音素材を使用して、無反響化した現在の潜水艦に対抗、探知距離も延伸した。このシステムは、非常搭載が前提であり、小型化と低周波発信という、相反する要求を満たすために折りたたみ式の操縦破棄を採用した。また、従来のヘリは、その部位の情報を中継するだけで、戦術データリンクによって、 搭載艦上で解析を行っていたため、搭載艦とヘリの位置によっては、データリンクが途絶して連続した目標探知を行えなくなることがあったが、新たにその部位機上解析能力が追加されており、データリンクが途絶した際も時期のみで継続して追尾が可能となった。攻撃精度の向上にも貢献できる。アン、オス四十四 n 一赤外線探知装置捜索装置には、 従来のレーダー、その部位、磁気探査装置、電子線支援装置に加え、赤外線探知装置、逆合成開口レーダーが追加された。イーザーは、目標に反射したレーダー波のドップラーシフトを解析し、目標の映像化を可能としたレーダーである。これらを組み合わせることにより、創作、識別能力、監視能力が格段に向上した。取得した情報は、従来から、 データリンクによって、搭載艦や領機に伝送されているが、新たに、画像伝送機能を追加し、詳細な情報提供が可能である。敵のミサイル攻撃からの残存性を高めるため、ミサイル警報装置とチャフ、フレアディスペンサーを組み合わせた、次期防御システムを装備した。MWS は、機体の前後左右に設置された、紫外線光学パッシブ式センサーによって、ミサイルを感知し、 到来方向を検出、操縦士へ警告する。また、CMD と連動することにより、自動的にチャーフやフレアを放出して、機体を防衛する。CMD は、機体微無量限に3機設置され、MWS と連動する自動、半自動モードのほか、手動による射出も行う。機種右側の着艦誘導支援装置センサー、着艦誘導支援装置は、搭載管に自動で、 着艦侵入できる世界で初めて実用化されたシステムである。ディファレンシャル GPS の位置情報によって、搭載艦の60ヤード付近まで赤外線とレーザーによって母艦へのアプローチ、飛行艦板上への自動侵入、ホバリング、着艦まで自動誘導される。艦板が目視しにくい夜間や悪天候時における操縦士の負担を大幅に軽減できる。 海上自衛隊では、夜間や悪天候時には、スラズ使用を指導しているが、スラズによる着艦は、時間がかかることや、装置に頼り、技量が落ちることを懸念するパイロットも多く、夜間でもスラズを使わずに誘導灯を頼りに、着艦するものが多いという。SH-60K に給油する8000リットル燃料給油車機器類の、精度、性能向上によって、任務遂行能力は、 格別に良くなっている。武器搭載量が増加し、突発的な事態にも柔軟に対応することが可能である上、防御システムによって生産性も向上し、より実践的な機体となった。また、拡大した機内空間によって、輸送や救難など様々な任務が行える。任務の多様化に対応して、s a 1 6 j では、センサーマンが一名配置であったのに対し、 sh-60k では、常時二名配置と増員された。また、sh-60k のセンサーマンは、高架救助員を兼務している。災害派遣などで使用する場合は、機上救護員の登場も計画されている。近年重要性が高まる紹介任務においては、GPS 対応電子海図表示装置、自動船舶識別装置、案。 ASR-3 素の V 自動位置表示装置、ビデオ映像転送装置、LLLTV などの追加装備が求められている。中期防衛力整備計画において、昇海ヘリコプターは、平成31年度以降にかかる防衛計画の対抗完成時に有人機75機を基本とすると、された。海上自衛隊は2021年3月末時点で、 SH-60K を69機保有している。予算を計上してから、海上自衛隊に引き渡されるまでの時間差により、累積調達数と保有数に差があることに注意。XSH-60LSH-60K 後景気には、同期をベースにした、能力向上型が当てられる予定で、平成30年代の実用化に向けて開発する。 平成27年度予算には開発費として70億円が計上された。中期防衛力整備計画別表では、同期間中に SH-60K と SH-60K を合わせて13機の調達を予定している。アッシュ -60K。ありがとうございます。